いや皆さんこんにちは。皆様お元気でしょうね。今回ご紹介したいのはニューヨークの5番階に位置するメトロポリタン美術館の珍しい作品展示についてです。9月4日まで展示されていますが、Unfinished Work という未完成の作品のみを集めたもので、ルネッサンス時代に描かれた作品です。197作品の約 40% はメトロポリタン美術館のコレクションの中から、それ以外はアメリカの主要な都市や海外からの作品です。未完成のものだけを集めて展示するというのはとても面白く興味深い発想ですね。そもそも多くの偉大な画家たちがなぜこのような未完成のまま作品を残しているのでしょうか。それにはいろいろな理由があると思います。何かの理由で意図的に残したものや、作者が病気や死などによって継続して完成することができなかった場合が考えられるわけですが、いずれにしても未完成作品はこちらの見る側にとってはあれこれと想像がかきたてられるものでもあります。これらの未完成作品の中には後に他者によって完成されたものもあります。またノンフィニートという技術により意識的に未完成の状態で置くということで芸術的効果を上げる場合もあります。これはミケランジェロが起源と言われています。話が飛んでしまいましたが、メトロポリタン美術館で現在展示されているこれらの作品が全てホームページからも見ることができます。また全て収録された本もホームページから購入できます。一度ご覧になってください。一風変わった芸術を鑑賞することで感性が豊かになり、普段と違った視点に気づくかもしれません。またほんのわずかでもゆったりとした時間を過ごしていただくことはいいかもしれませんね。